平成13年台風第26号は2001年12月に発生した台風である。史上最も赤道に近い地点で発生した台風であり、シンガポールを襲った稀な台風でもあった。進路図2001年12月27日9時にシンガポールの東で台風26号が発生し、アジア名、バーイと命名された。命名国はマカオで、 ガビ城を意味する。一年の中で統計史上4番目に遅い日時における発生であった。台風はその後マレー半島に上陸してマレーシアやシンガポールに大きな被害をもたらし5人の死者を出した。この台風は北緯1.4度の地点で発生したため史上最も赤道に近い地点で発生した台風となった。台風は空気の渦の塊であるが 一般的にこうした渦が生まれるのは、コリオリの力が働く、井戸5度以北、または、異南の場所とされており、赤道付近では、渦が成長しにくいために、台風が発生しづらい。しかしこの台風は、珍しくこの掟きを破る台風となった。こうした、赤道付近で台風が出現する確率は、100年から400年に一度とも、言われている。前述の通り、シンガポールが位置する、 赤道付近で台風が発生するのは極めて珍しいことであるため、過去にシンガポールを襲った台風は、この台風が観測史上唯一のものである。この台風のアジア名、バー名は、この台風限りで使用中止となり、時順からはペーパーというアジア名が使用されることになった。ありがとうございます。